あと、車買う金早くよこせよって言ってるのすげえごまかされんねんけど。あいつやったか、ついに。車買うから、車買うお金早く振り込めよって言ってるのに、あいつ、ああ、これ振り込まなあかんなー。いやなー、振り込まなあかんなーってずっと言ってんねんけど。あいつもう国外にいるよ。おかしくね？お前に金渡したら逃げそうだし、おかしくない？逃げそうもくそも、最初から俺に来るはずのお金なんだから。やなー 6月の頭ぐらいから車買うからお金必要だから、時間見つけてちゃんと振り込んでくれなって言っても、いや、まあまあそうやな、これ振り込まなあかんよな。まあそうやんな、せやんな、なんだろう、せやねんな。大金だから多分、大金を振り込むのって多分手続きがいるんだろう。車買うからってお前に分配された分から出すの、それとも2000万から車とかもろもろ引いた分をやばくすんの、俺に分配された分からに決まってるやろ。いやな、そりゃ今日のジャンプラの読み切り良かったよな。昨日も解散際に、ちょ、そいつ振り込んでねって言ったら、じゃあ帰るわ、足早に去っていったけど、もう使い込んで手元に残ってないよ。その逃げ切り勝ちだな。逃げ切り勝ちで何？負けた。どうやったら逃げ切れんねん。金を目の前にすると人って変わるからな、恐ろしい。じゃあ銀行口座にドンと入った金額を見てグッてなったんや。お前がめつすぎるよ。違う違う、車を買ってそれを動画にせなあかんから、できるだけ早く進めなきゃいけないから、早く車を買う分のお金をくれって言ってんの。そいつなんなん、嘘つくわ、金振り込まねえわ。てか金振り込めよ、あいつマジでよ。いつ振り込むんだボケがよ。え、もうそいつ自分のものにしてたで。え、もう金ねえんだわ、金ももらってねえのに手紙だけせっせ書いて受けるな。使い込んじゃった。金よこせよ。車買えねえだろ、金よこせよ普通に。金を振り込んでもらってないから買えないね俺。あの金で土地買ったって言ってたで。え、お金振り込むのって時間かかるのかな、めんどくさいからなのかな。俺なんか忙しいだろうから、ちょっとそんな早くしろって言い出しにくいねんけど、銀行行くのが大変なんだよな。翌日やぞ、すぐできるよ。めんどくさがってるだけ、簡単やろ。そいつをお風呂に札束入れて遊んでるらしいで。必要、栄養症で全部なくしたんちゃう。脇田の手術に使ってもうた、使いそう。お前が言ったら、ああ忘れてたわ、すぐ言えよって逆に怒られるぞ。何回も言ってんねんけど。しもちゃん、実はそいつから聞いたんだけどさ、うん、騙される方が悪いんや。そもそもあいつさんに全部俺に任せてたし、そんなん自由にやってくれって言ってるようなもんや。そいつ DVD も作ってないの知らなかったの。まあいい勉強台になったな。車は一体自分で建て替えて後からもらえないよ。建て替える金がないって言ってるんだ。何回言わせんねん。なんかこの前そいつ梅田で派手な女に金渡してたぞ、大丈夫か。なんで注意せんのよ、それ見たなら注意しろよ、おいって。いや、あいつ確かにおかしいんだよな、タバコ捨てないのあいつ。なんかあれ、そいつどこ行ったと思ったら、喫煙所探してタバコ捨てないのあいつ。生活が変わってんねん。そいつインスタで札束の風呂に女二人抱き抱えて入ってたぞ。マジかよ。タバコって違法薬物の可能性あるだろ。実はもう離婚して一人になんじゃない。ちょっと疑うよな。冷静に考えろよ、妻子持ちが2日間友人と遊んだりできるか。肩に入れずに入れようかなって言ってたし、危ないよあいつ。頭に豆電球出てるが、なんか金髪の女と新大阪のラブホに入って行ってる。そいつも見たぞ。止めろや。あいつ大丈夫か本当に。ごめん、そいつに3000円で口止めされてるから何も言えないわ。言ってるよ。